おはようございます。もこと申します。今回久しぶりね、カレーと納豆を食っていきます。はい、納豆生活自体はね、未だ継続中でして、まあ2日に1パックの頻度ではきっちり食ってます。まあおかげさまか、なんか最近唇の肌荒れとか、唇の肌荒れって日本語がしいな、唇のそのなんか腫れとか肌荒れとか、ちょっとなんかマシになってきたからっていう。はい、あとね、なんかこなんかちょっと昨日俺夜遅くまで外出してたんですけど、基本結構おじいちゃんみたいな時間に寝て、おじいちゃんみたいな時間に起きるって生活リズムがなんか身についてきて、最近はね、そうなんだ。そのせいであんまり生放送できてないんだよな。動画は上げてるけど、はい、まあ別にね、俺本業動画投稿者だしっつってはい。で、まあ俺今年入ってですね、結構サブチャンネルね、怒涛のごとく動画を投稿したんですよ。その中で最も、あれですね、代表的なものが福袋開封動画からやってるんですけど、福袋開封なんか思いのほか結構いろんな人に見てもらえて、ああ、なんかこんだけ見てくれる人いるんだったら他にもいろんな動画あげればいいんじゃないかと思って、いや今年だからマジでサブチャンネル頑張りたいんだよな。だからあんまりなんか俺の中でサブチャンネルの敷居が上がりすぎるのも嫌で、こういうゴミみたいな飯食ってたけど動画が上げにくくなっちゃうんで、それのバランスをうまいほどちょっと取っていけたらなと、はい、思ってます。飯食いたいじゃん。うん、動画収録中にしか飯食えないからさ。そうだから今日俺本当にこれ4日ぶりとかの食事なんだよね。そう、うん、あれじゃ、納豆ってなんでこんなうめえんだろう。やばっ、納豆うまっ。次このカレーの方もね、いかしていただきます。ちょっと辛口です。辛口のトマトベースのカレーです、これ。うん、あ、うまい。卵が落ちた、入れ卵落ちた。食べていく。この前二郎カレーじゃん、二郎を作ったじゃないですか、ラーメン二郎。なんかあの動画にさ、すするくん本人がコメントしてくれてて、なんか改めて今度すするくんとまた何かやりたいなって思いましたね。なんかすするくんと行ったんですよ、ラーメン二郎戦場発車に。去年行ったっていうか、そのなんかそこの店員さんが誕生日で、でなんか僕の視聴者の方だったらしくて、もしタイミングが合えばみたいな感じだったんで、全然空いてるよっつって言ったら、なんかすごい喜んでくれて、でこの店長さんがお礼につってなんかくれたんですよ、麺とチャーシューを。うん、いや麺の量めちゃめちゃ多かったけどね、麺の量めちゃめちゃ多かったっす。美味しかった。うん、カレー食いて、カレーも作りたいな。なんかいつも出前ばっかだから、次やるとしたらもうカレーやろうかな。自作カレー、しかもスパイスカレー作るみたいな。例えば甘噛みありがとうございました。結構長くかかる、時間かかっちゃったけど、クリアまで。あ、この動画を上げる頃には多分甘噛みクリアしてるだろうなっていう想定で喋ってるんで、もしこの頃にまだクリアしなかったらごめんなさい。なんかああいうギャルゲーまたやりたいですね。なんかほんまになんかサブチャンネルの YouTube ライブって
めちゃめちゃなんか楽なんですよ、気がなんか何喋っててもいいし、なんだろうな、昔からそういうのあるんだよな。結構ニコ生時代から本コミュニティとサブコミュニティの作って、でそのサブコミュニティの方の放送の方がなんかやってて楽しいみたいなさ、なんかそういうところあるんだよな昔から。YouTuber の人ってでもみんなサブチャンネル持ってるよね。だからやっぱメインでやるのはちょっとやっぱ気が張るんだよな。本当のなんかサブチャン別になんかメインでやってることが義務でやってるとか、なんかそのやりたくないけど数字が取るためとかそういうんじゃないけど、なんか心落ち着ける場所、実家のような安心感ってやっぱまた違うじゃんね。うん、だからサブチャンネルをね有効に使っていきたいっすわ。見てくれる人が増えるのはありがたいし、もっと増えてほしいなってもちろん思うけど、やっぱずっと見てくれてる人たちもだからね、そういう人たちが本来求めてるものなんなのかみたいな、うん、結構こういう飯食うだけの動画でもメールでまたやってくださいみたいなまたカレー食ってくださいとかそういうメール来るんですよ。なんでね、大事にしていきたいです。大事にしていきたいな。うん、うまかったです。ごちそうさまでした。